はい、ただいま愛媛県であります伊予鉄の松山市駅に来ております。今回は日本列島横断の旅第7回となるわけですけれども、今回は松山を観光します。特に移動はしません。でこの後なんですけれども、所用がありまして一度東京に帰ります。で所用が終わりましたらまた松山に戻ってきまして、日本列島横断の旅を再開したいと思います。というわけで今回は松山の観光の動画です。それではよろしくお願いいたします。これから伊予鉄市内線の路面電車に乗ろうと思います。この路面電車の区間は坊ちゃん列車が走っています。乗りたいなと思ったんですけれども、土日祝日のみの運行です。今回は平日でしたので坊ちゃん列車に乗ることはできませんでした。しかし普通の路面電車だと170円で乗れるんですけれども、坊ちゃん列車は1000円かかります。高いですね。1日乗車券もあるんですけれども700円ということで、1乗車170円ですから5回乗らないと元が取れないという計算になります。さてこちらが列車の乗り場になります。市内電車の場合は運賃は170円です。でただいま松山市駅におりまして、これからですねこの市内電車を利用しまして道後温泉に行こうと思います。電車は松山城のお堀沿いを走ります。こちらの建物は愛媛県庁です。昭和4年に建てられました。県庁舎としては全国で3番目に古い庁舎となります。こちらは松山の繁華街で、松山城の最寄り駅でもあります大街道駅付近ですけれども、今バスと競争しております。あ、やっぱり負けますね。はい、ということで終点の道後温泉に到着です。乗車時間は20分でした。ここで踏切を渡って外に出ます。駅の外側には坊ちゃん列車が置かれていました。近代を思わせる濃い緑色の列車です。列車の後ろには客車が連結されております。坊ちゃん列車は明治時代から運行していた蒸気機関車ですけれども、これは復元されたものです。今はディーゼルの力によって走っています。市内電車と線路はつながっております。この坊ちゃん列車も煙突から煙が出ますけれども、これは蒸気を煙に見立てたものです。環境にも配慮しています。今気づいたんですけれども、道後温泉駅にはスターバックスが入っていました。それでは道後温泉の街を歩いてみましょう。実はこの時計はある時間になると不思議な動きをします。少し時間が長くなりますので、別の動画で番外編としてあげたいなと思っています。こちらは足湯になっています。タクシーまでみかんで染められています。道後の商店街を歩きます。坊ちゃん団子ののぼり発見。こちらにも坊ちゃん団子の文字が、ということで買っちゃいました。下は坊ちゃん団子、そして上は一六タルトです。どちらも愛媛の名物です。こちらが坊ちゃん団子の中身です。甘くて美味しかったです。これが一六タルトなんですけれども、タルトというんですけれども、そこにクッキーとかパイ生地とかがないんですよね。ロールケーキなんですけれども、タルトと呼ばれています。でも中はみかんの味香りがしてとても美味しかったです。さてこちらは随分と雰囲気がありますけれども、道後の地酒が売っているそうです。そして今日のお昼はこちら三木達庵にお邪魔しました。タイ料理が中心のお店でした。これはタイの煮付けですね。そしてお造り、身が大変引き締まっていました。あとはおけ料理が出てきました。一つ一つこだわりがありまして、どれも美味しかったです。今日も登場鯛めしです。やっぱり愛媛に行ったら鯛めしを食べないといけないですね。ということで今回も愛媛のグルメ、松山のグルメを満喫いたしました。それでは道後温泉本館です。
本館は明治期に建てられ、それから増改築を繰り返し格式のある建物となっております。中に入ったんですけれども、改装工事中で入れるエリア、営業エリアが制限されていましたので、少し手狭な感じはしました。温泉は気持ちよかったです。こちらが本館の裏側です。改装工事を経まして生まれ変わる予定です。改装工事というよりは保存修理工事というみたいです。それでは道後温泉でさっぱりしましたので、松山観光の続きをやりたいと思います。再び路面電車に乗ります。路面電車で大街道にやってきました。今度は松山城に行きます。大街道から5分少々歩きます。こちらがロープウェイ乗り場になります。ロープウェイの利用に520円必要です。さらに天守閣に入るのにも520円が必要になります。ロープウェイとリフト両方動いておりまして、好きな方を選びます。ただ感染症対策の観点でですね、リフトの方が奨励されておりました。所要時間はロープウェイだと3分、リフトだとその2倍かかりまして6分ですけれども、ロープウェイの場合は10本に1本間隔の運行です。リフトであればいつでも乗れます。これが天守閣でしょうか。景色が良くなってきました。海がちょっと見えます。こちらはロープウェイです。ロープウェイの方がスピードが速いです。リフトもゴールが見えてきました。リフトを降りましたが、松山城はもう少し先です。10分ほど山を登る必要があります。それでは天守閣の入り口です。ここでまた520円を払いまして中に入ります。松山城は江戸時代から現存する建造物ですので、階段がきついです。上りもきついですけど、下りも怖いんですよね。十分気をつけて上り下りをしましょう。はい、苦労して上まで登ってきました。この後は景色を楽しみましょう。こちらが天守閣の入り口です。こちらが松山の中心地の方だと思うんですけれども、ちょっとアップにしてみましょう。アップにすると観覧車が映っています。これは松山市駅にくっついていた観覧車ですね。大観覧車くるりと言います。こちら海です。太陽の光が反射して少し眩しいです。でも綺麗ですね。飛行機を発見しました。松山空港への着陸態勢に入っています。今日はこの後松山空港に行きまして、一旦東京に帰る予定です。こちらが松山空港、着陸には成功したようです。よかったです。こちらにも海、その奥には島も見えます。瀬戸内海の島って綺麗ですよね。こちらさっき行きました道後温泉です。ということはこの辺りは道後温泉の旅館やホテルでしょうか。登ってきたロープウェイやリフトも見えます。人が乗ってますね。シャチホコも発見しました。帰りのリフトに乗る前にみかんのソフトクリームを食べました。動いていたんでそんなに寒くは感じませんでした。下りもリフトを使います。リフトを降りて少し歩いたところで愛媛観光物産館に立ち寄りました。ここで100円を払ってコップを買うと、蛇口から出るみかんジュースを飲むことができます。コップに注いでる瞬間はうまく取れませんでしたけれども、濃厚なみかんの味がしました。今度は大街道を少し歩いてみようと思います。今は珍しくなりました電話ボックスを発見しました。はい、最後にもう一つ姫マドンナというみかんジュースを飲みました。絞りたてなんで香りが良かったですね。ここから松山城が見えました。いや、こうやってみると松山城高いですね。山の上ですね。それでは松山市に戻りまして、空港リムジンバスで松山空港に行きました。日本列島横断の旅はまだまだ続きますけれども、所用がありまして一旦東京に帰ります。所用が済みましたらまた松山に戻ってきまして、日本列島横断の旅を再開したいと思います。次回は松山に戻ってきた後、八幡浜からフェリーで別府に渡りたいと思います。大分県の別府です。それでは今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。